はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。属性のダメージってどれぐらいあるんでしょうかという質問ですね。実際わかりません。なので今日は属性でダメージがどれぐらい増えるのか、検証してみようと思います。それでは行ってみましょう。それではまずは何もせずに攻撃してみます。敵の属性は減っておりません。で、武器はライトニングソードですね。これで通常攻撃をすると、あー、会心か、会心じゃない方が分かりやすいな。なるほど、だいたい400ぐらいですね。400ぐらいのダメージが入ります。で、主人公も同じくライトニングソード装備してます。敵は属性には弱くないですね。主人公は215、200ちょいぐらいのダメージが入ります。ヒューザが400で、主人公が200ちょいですね。で、ここに、フォースブレイクで、全体勢をダウンさせます。体勢が下がりましたね。で、これで通常攻撃を入れてみます。ライトニングソードを装備して、雷属性になってますね。さっきが400ぐらいのダメージを与えましたけども、あ、 1.5 倍かな。主人公が、さっきのが220とかそれぐらいですね。で、ライトニングソードを装備して雷属性にしてます。で、属性ダウンが入ったとすると、220だから370とかそれぐらい与える。あーだね、間違いない。属性が、あの、耐性が減ると 1.5 倍のダメージを与えることができるようになります。 1.5 倍なかなかすごいよ。635、普通の時が400ぐらいだったんで 1.5 倍ダメージを与えれるようになってます。主人公も、通常が200ちょっとだったんだけども、340、1.5 倍です。属性ダウンが入ると属性武器での攻撃が 1.5 倍になります。それでは次はですね、フォースブレイクと、あとアンルシアの必殺技で、ダメージが変わるのかどうか、それをちょっと見てみようと思います。フォースブレイクもまあほぼ必中で入るんで、まあ、アンルシアの必殺技使わなくていいならばそっちの方がいいですよね。ダメージが変わるっていうならば話は別なんですけども、まあ、とりあえず通常攻撃が400ちょっとだね。だね、404、まあそれぐらいのダメージでしょう。で、主人公が220ぐらいかな。だね、それぐらいのダメージを与えることができてます。OK。で、あ、待って待って、アンルシアで耐性ダウンを入れたい。いきましたね。では、勇者の目で全体性ダウンを入れてみましょう。多分変わらないとは思うんだけどね。 OK、 体性ダウン入ってます。で、普通に攻撃すると、400ちょっとだけども650ぐらいでしょ。だね、変わらずです、変わらず。で、こっちも、450ぐらいの攻撃が入るでしょ。あ、違うか、違うか。そうだわ、もともとが220ぐらいなんで370、60、変わらない。はいはいはい。なので、勇者の命でも、あとヒューザとか、魔法戦士のフォースブレイクでも変わりはないですね。 1.5 倍のダメージを出すことができるみたいです。
はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございました。属性装備でのダメージアップは 1.5 倍です。属性耐性が崩れると 1.5 倍のダメージを与えることができるようになります。なのでぜひね、属性装備は作っておいてください。まあ、このライトニングソードなんかはヒューザとあとアンルシア主人公なんかも装備できるので、まあ、多めに作っておくといいと思います。俺も今回のやってみてちょっと全武器の属性ありのやつは作っとこうかなと思いました。うん、まあ、今のところブーメランと剣ぐらいか作ってるのは。まあ、もう少しね作っておきたいと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。